偏差値低い高校の保健室の先生です。学校行きたくない生徒にどのように対応したらいいですか？本読まない生徒にもおすすめな人生に役立つ絵本や漫画等はありますか？西田さんにとって素敵な保健室の先生ってどんな先生ですか？面白い先生。僕、保健室の先生好きだったんで、普通に仲良かったし、面白い先生。やっぱ、先生が面白くないと学校辛いっすよね。やっぱ先生がイケてるっていうのはむっちゃ大事なんじゃないですか。あとは、前にその女性の方かな。やっぱおしゃれじゃないですか。むちゃくちゃ大事だと思いますね。おしゃれな先生って。それだけ寄ってくるんで。やっぱかっこよく見えるんで、学生は。年上のおしゃれな人って。なのでもう、そこサボっちゃダメですよ。先生がビジュアルサボるなんて持ってんのかです。だって、教える側の人間なんで。だって、吸収率上げてから、要は、聞き手の吸収率上げてから、教えた方がいいに決まってるわけです。そうすると先生のビジュアルってむちゃくちゃ大事なんで、あの人の話聞こうって思わさないと。つまり例えば、そうだな、亀梨くんに教えてもらった方がいいわけじゃないですか。亀梨、歴史の先生で亀梨くんだったら、もうそこのクラスの歴史の、点数みんな上がるじゃないですか。もう女子とかむっちゃ聞くんで。佐藤健くんに国語教えてもらったらもうむちゃくちゃ聞くじゃないですか。みたいな感じで、とか、その、あと、むちゃくちゃおしゃれな先生に、が、美術って面白いよって言ったら、その先生、いや、憧れてるから、じゃあ、美術、ちょっともうちょっと頑張ってみようとか思うんで、あと、先生がビジュアルをサボるはもうあってはならないです。表に立つ人間なんで、そこサボってる先生は、基本的にはもう、教育者としてはどうなのかなと思います。なので、ビジュアルちゃんと頑張るっていうのは非常に重要だと思います。